に映り込んじゃってあ、そう、います、います。あ、そうなんだ。どうも、アンジェリカです。アンジェリカさんです。白井夏です。よろしくお願いします。お願いします。ね、金入った、事務所金入ったの。じゃあまだ収益ができてない。ブラック企業よ。まだ収益ができてない。じゃあ次の3問目に行きたいと思います、はい、うん、今度はディレクターさんじゃなくてですね、うん、年齢内緒、歌手、女性の方からいただいております、うん。アンジェリカさんのファッション素敵なんですが、はい、うん、目指しているモデルさんや好きなメーカーはありますか、という質問が届いております。はい、好きなメーカー、まずちょっと一つ触れていいですか。はい、高橋洋子じゃないですか。どうだったかな。まあ、その年齢内緒ってあたりがね、で、歌手でしょ、はい。で、この今動画の撮影中でしょ、うん、絶対高橋洋子だよ。高橋洋子っていう呼び捨て者のことだよ。洋子さん、ありがとうございます。怒られちゃう。大先輩、大先輩、ほとばしる熱いパトスで怒られちゃう。本当に。そう、好きなファッション、あ、目指してるモデルさん、好きなメーカープレタポルテとかオートクチュールとかってあるでしょ。プレタポルテは多分あの、いわゆる店頭に並ぶ用の服メインでやってるファッションでしょ、うんうん、それのオートクチュール一点物の方 の動画をよく見たりするのは、ジェレミー・スコットが大好きで、ジェレミー・スコットってモスキーノのデザイナー、はいはい、で一時みんなが多分見覚えがあるとしたら、アディダスがジェレミー・スコットのダブルネームでこう共同作でこう翼がついてるスニーカーがね、すごいめちゃめちゃ売れたのよ。はあ、あったあった、うん、そう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 、はいはい、あのね、デザイナーが私すごい大好きかな。へえ。衣装も、例えばこういう衣装を作る時とかのとかでも、デザイナーさんと打ち合わせをする時にジェレミー・スコットの今期 のコレクションがすごい良かったっ て見てもらったりしてる。結構あれなんですね、うん、じゃあもう既製品のこういうブランドっていうよりは、そのファッションショーとか、うんうん、デザイナーさんの発信のものを見たりするのが好きで、そう、でそこから自分でまたデザインして、うん、オリジナルで作ったりしてるって感じですね。そう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 。ごめんなさい。次行きましょう。次行きましょう。そうだ。洋子さん、ありがとうございます。はい、洋子さん、ありがとうございます。高橋洋子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。高橋洋子つっちゃう。続いて、はい、20代 AD、はい、女性の方からいただきました。はいはいはい。メイクの仕方やポイントを教えてほしいです。アンジェリカさん自身のメイクのポイントと、私でも使えるようなメイクのポイントがあれば教えてくださいという。あー、これね、すごいよく聞かれる。でもやっぱね、みんな目だと思うな、私。目？目。目。今もう崩れかけてきてるから、今外すことができないんだけど。これね。一番今ね、みんなピカピカしてるとこだなって。そうそう、目がいいよね。目な気がする。つけまつげですか？つけまつげ、もう全然もう全力で。全力つけまつげ。全力でつけまつげ。へ、うん、でもね、ドラッグクイーンの人とかって、まつげを3枚、4枚重ねて使う人いるんだけど、私も基本的に1枚ずつ。あ、長いやつを1枚つけるっていう。へえ。これね、表情が消えちゃうのが嫌で。ああ、つけまつげしすぎて。そう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 。私たちはちょっと過剰にね、こうガッツリ塗ったりするけど、女の人はやっぱり目なんじゃないかなと思うけど。それは目がはっきりするような感じってことですか。うん、例えばその日に着ているものに合わせやすい色をどこかに持ってくるとしたら、リップより目な気がする、私は。へえ。多分引き算のできるお化粧がね、やっぱ一番綺麗なんじゃないかな。へえ、うん。高度なお化粧してこう足していく、ぼかしていくっていうのも技術だとは思うんだけど、うんうん、やっぱりね、こうシンプルなのが一番な気がする。例えば赤を活かせたいならもう赤しか使わないとかね、赤とパールハイライトだけでことを済ませるとか、うん、へえ。私たちはちょっとそれじゃ寂しいから、うんうん、もっと足しちゃうんだけど、女の子はそれでいいんじゃないかなと思うけどな。へえ。アンジェリカさん、うん、その目のメイクするときって、うん、最初何から始まるんですか？ベースの何かアイシャドウ塗ってってとこからですか？うん、私はアイシャドウを塗って、うん、ハイライトをつけてからのアイライン。へえ。うん。で、まあ、後で調整してね、うん、あ、ここブラウン入った方がいいかなとか、ここオレンジ入った方がいいかな。へえ。今日なんか割とまだクイック、今日は3色しか使ってないから。もっと使ってるんですか？もっと使ってる時ある。3色以上？3色以上使ってる時ある。暇なの。私でも思うのが、ピンクとか赤は日本人とかアジア人の色に合いやすい。あ、へえ、そうなんだ、うん、日本人とかでブラウン使ったりすると馴染みすぎちゃって、普通になっちゃうんだ。普通で、それを普通だから色残そうと思って頑張るとお絵かきみたいになっちゃうでしょ。
だからすごい難しいんだと思う。だオレンジとかピンクとか赤ってすごい日本人に合うような気がするけど、うん、じゃあそのあたりの色を使うと、うん、なんかちょっと上級者っぽい、目の周りに赤とかピンクを持ってくると、そんな気がする。その人の持つ技術にもよると思うけどそう、あ、いいですね、メイクはね、いつかね、うん、今触れちゃいけないって言われてるから、そういうのね、ソーシャルディスタンス、そう、触れてよくなったら、うん、アンジェリカさんのメイク講座やりたいですね。そうだね、みんながすっごい顔になっていくっていうねどうもね、いや、もちろん引き算のメイクもねそうそう、みんなでやりたい。でも、うん、服もありますよね、絶対そのメイクに合わせたアンジェリカさんのメイクするならそういう服着たいですよ、私たちも。あ、これこれ着るムックムック着ちゃう、ガチャピンよ顔はガチャピン、こっちか、そう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 、こっちか、ガチャピン、私ムックだから、なんか変な、ね、こうタケコプタみたいにつけるやりましょう、そうそう、やりましょう、うん、じゃあ続いて、はい、20代こちらの AD 女性の方からいただきました。ほう、男性を落とすテクニック教えてください。ちなみに私の好きなタイプは爽やか系イケメンです。芸能人で言うと竹内涼真さんみたいな人です。ハードル高いこと言わない男性を落とすテクニックですって、これ聞きたい。それ悪いけど私も知りたいんだけどそんなあたかも私が落としてきたみたいな流れみたいな落としてきたんじゃないですか。落としてきてないですよ。本当ですか。本当に落ちてるの拾ってるぐらい私落としてきたんじゃない、落ちてるのを拾うのハイエナ、ハイエナの。あ、でもその手法で言ったらいいってことですね。その手法ね、あれ違う、その手法で行くんだ。落ちてるの拾ったらいいっていう。落ちててもどこで落ちてるかにもよるよね。あ、まあ、確かにそうか落とすテクニック、テクニックって何、なんか使ったことのあるテクニックとかあったりしますか。酔わして持って帰っちゃう一番早いわよ。あ、抵抗しないし、逃したってやってみて、こうぜひみんなで試してみましょうそう、チャンネル登録よろしくお願いします恥ずかしいね、これの